日曜日って基本ちょっと休みって取りづらいってサービス業って思うんですけど、店自体を休みにするっていう、まあ、中根店なんですけど、そこの第2第4を休みにするっていう形を取らせていただいて、子育て世代というのがちょっと重なっていたので、まあ、人が少なくなるっていうこともあったので、まあ、じゃあもういっそのことを休みにして、はい、休みを取らせてあげようっていう思いがすごく、まあ、最終的にはやっぱオーナーの決断ではありますけど、こういう風にしたい、こういう風にしたいっていうのはいろんなスタッフからの意見が出て集結するっていう感じですね。時間予約とかその予約率が上がったので、それでより何ですかね、休みを取りやすくなったというか、もうそれはもう確実にあると思いますもともとやっぱ予約したくないって方すごい多かったんですけど、それが良さでもあったんですけど、まあ、それは本当スタッフの働き方のためっていう形にはなっちゃいますけど、予約がこう浸透すれば結局まるまる収まるというかっていう形だなっていうのは実感してるので、他店舗でもちょっとそれを今考え中っていう形ですね。週休2日っていうのがしっかり取れてる美容師の仲間たちはいなくて、まあ、あの月火固定っていう形になってからはとてもあのお休みもう2日連休があると充実していいなっていう風に感じてます。他の美容院さんよりも終わり時間が早かったりとか、いろいろあの柔軟にこの本当20年間で進化っていう言い方はあれなのかもしれないですけど、あのいろんな形を取り入れてすごく変わったなっていう風には感じます。昔は本当あの12時までいたりとかしたんですけど、今8時とかには帰りなさいよって言ってもらえるっていうのは、なんかレッスンの時間でもやっぱり時間を考えてやってきなさいっていうのは、やっぱり私が本当新人に入った頃と今とでは全然違いますね私とまた同い年のなんていうんです、子供を抱えてる子でもその働き方の時間は違うので、こうそれぞれに合わせてあの自分がこう、まあ、できるそのやりたい範囲でさせてもらって考えて、その、まあ、スタッフと共有してっていう形で協力してもらえるスタッフも多いので感謝してます。やっぱり仕事と休みと自分のプライベートの時間とのその充実の仕方がやっぱり疲れて帰って寝るっていうだけじゃなくて、その遊びに出たりとかいろんな情報をインプットできるような時間が増えたっていうのは大いにあります。女性が一生働ける会社でありたいっていうのが あるので、どんどんやっぱ若い子も入ってきて、こう年老いても働ける、うん、自由に休みも取れるそれがもう本当にみんな生き生きした顔で働いてるっていうのが理想なので、みんなで楽しみながら一瞬働きたいっていう会社にしていきたいです。